そういう考え方を持って乗り越えることができました、ね、丸です。そうなんだ、素晴らしい完璧です。どうもしゅんです、こんにちは。みなみさん、こんにちは、はい、こんにちは、みんな今日も息してる？はい、ということで今回は富士フィルムの合格者の方に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋と申します。富士フィルムって結構大手企業で、はい、合格率も低いんですよね。なかなか結構受からないんですけど、はい、今回来ていただいた高橋さんは正式には富士ゼロックスという会社から富士フィルムビジネスイノベーションという会社に変わった内定者の方で、今富士フィルムビジネスイノベーションの連結売上高は8547億円に上っていて、今の富士フィルムホールディングスの中核を担う会社になってます。今回高橋さんはその地方大学から内定をされたという方で、今見てる地方大学の方であったりとか超別に学歴高いとかエリートじゃない方でも参考になるという動画になっております。ということで早速面接の方を始めさせていただけたらなと思います。面接を始めていきます、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず最初に1分間程度でいいので自己紹介自己 PR を教えてください。高橋と申します。私は岩手県盛岡市の出身で、趣味特技は、サッカー観戦が趣味になっていて、特技は10年以上続けてきた野球になっております。私の強みといたしましては、野球経験から向上心を持って変化を変化を求めて物事に取り組むことが私の強みとなっております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと今一瞬混乱しちゃったんですけど、サッカーの話だと思ったら野球の話が来たんですけど、はい、見るのがサッカーでプレイヤーとしては野球ってことですか？そうですね、はい。で中高大と野球部をやっている感じですか？そうですね、大学では部ではないんですけど社会人野球のクラブチームで活動しています、ね、なるほど、分かりました。じゃあ、高橋さんの大学時代に限って、人生で一番、はい、大学時代の一番大きな挫折とその挫折をどう乗り越えたかっていうところを教えてください。はい、私の大学時代での大きな挫折というものは社会人野球での経験なんですけど、そこでチームの大事な大会の試合で私自身の守備のミスで試合に負けてしまったことが大きな挫折経験になっております。はい、それをどう乗り越えましたか？はい、私自身とそこですごくもう初めての大きなミスをしてしまったことで、初めてこれまで10年以上野球を続けてきたんですけども初めて野球をやめたいぐらいまで落ち込んだので、そこ大きな壁にぶつかったっていうことは初めてだったので、それを乗り越えることで今よりも1段2段とステップアップすることができるんじゃないかっていう考え方があったので、そういう考え方を持って乗り越えることができました。具体的にどういう行動をしましたか？はい、そのミスをの課題を克服するために2点のことに取り組んだんですけど、1点目はその守備のミスをまずゼロにしようということを目標に掲げて取り組んでいたので、そこで大学1年生の頃に それが起きたんですけど、その時は1年間のミスが6個あって守備率は大体8割程度だったんですね。でその守備ミスの中でも送球ミスが5つあったので、その送球を改善するために1点目はあえて送球ミスする感覚をつかむ練習をすることで、2点目は心理的な要因として私自身がその野球をする上で向上心を失っていっていうことに気づいたので、自分より上手い先輩と一緒に練習をすることやプロの方の動画を見て自分より上手い人はもっといるぞっていう意識を持たせるよう常に持たせることに取り組みました。なるほど、今聞いてると1点目も2点目もどちらも1人で完結するような内容なんですか？これは1点目は1人で完結するような内容なんですけど、2点目は上手い先輩とプレーすることによってその人に自分からアドバイスをもらいに行ったり、自分は今こういう考えでプレーをしていてでもここがうまくいかないんですよみたいな具体的なその自分の意見を述べてまた相手にアドバイスをもらうみたいなことをやっておりました。承知しました。その工夫をして大学1年でそのミスをしてで工夫を改善して、大学2、3年以降は どんな感じでしょうか？はい、大学2年生ではその目標であった守備率10割っていうのを人生で初めて達成することができて、また大学3年生の方はコロナの方で大会がなくなってしまってその何も結果が出せずっていう状況だったんですけど、現在はその守備率10割っていう数字を維持しつつ
これまでより守備範囲を広げることであったりということに取り組んでおります。わかりました。じゃあ高橋さんの今おっしゃっていただいた強みが野球以外で発揮されたシーンって何かありますか？はい、そうですね、私自身アルバイトをして、焼肉店でアルバイトをしているんですけど、そこでやっぱ高い目標を掲げて向上心を持って取り組んだ経験がありまして、そこではお店のレビューを上げるということに注力して取り組んでおりました。で、取り組んだ結果どうでした？はい、私が取り組み始めた当初がお店のレビューが 3.1 ほどだったんですけど、そこのレビューの課題としてお客様に料理を提供するまでにすごく時間がかかるという課題があったので、その課題を克服することで大体5ヶ月後ぐらいにはお店のレビューの方が 3.7 まで上げることができました。了解しました。ありがとうございます。ですね、全体的に高橋さん説明していく中で、数字を使う癖がついていると思うんですけど、はい、その癖はなぜついているんですか？はい、そうですね、やっぱ話をする上で数字を使って話すと説得力を増すよみたいなことを大学の教授からも言われていたので、なるほど、そういうことを聞いていたので、常になんか数字とかで目に見える結果とかを使って説明していくような癖になりました。なるほどなるほど、すごくいい習慣だと思いますので、今後も続けてください。はい、ありがとうございます。実際じゃあ高橋さんの人生のビジョンに関してなんですけれども、はい、どんな社会人として人生を歩んでいきたいですか？はい、その成し遂げたいことというか大きなことは決まっていないんですけど、なりたい社会人仏像として多様な視点から物事を解決できたり、その自分の部下などにアドバイスをできるような社会人になりたいと思っております。例えば自分自身がアドバイスをされて、はい、人生で一番印象に残っているアドバイスとか何かありますか？はい、それこそ社会人野球での経験なんですけど、自分がすごく尊敬している先輩がいたんですけど、周りの先輩にアドバイスとかを聞いても、その何て言うんでしょう、その自分の意見だけでそのアドバイスをくれる人が多かったんですけど、でもその人は私自身の考えも踏まえて、君にはこういうことがいいんじゃないって言って、第三者目線も持ちつつアドバイスをしてもらえるっていうことがすごく一番いいアドバイスだと思いました。めちゃめちゃいい先輩ですね。はい、なるほど、めちゃくちゃいい先輩でした。自分のできること、はい、得意なことと、不得意なことっていうのを教えてもらえますか？はい、自分のやっぱ得意なことはスピード感を持って物事に取り組むっていうことがすごく得意なんですけど、逆にその不得意なこととして結構細かいミスとかをしてしまう部分が一番の弱みというふうに感じております。なるほど。なんか今までの話だと数字を用いて説得力を使ってっていう、結構数字を使ってきっちりかっちりっていう印象があったんですけど、でも細かいところでミスをしてしまうっていうのは、はい、なんかあまり一貫性を感じなかったんですけど、はい、それは何でですかね？そうですね、細かいミスをしてしまうんですけど、ミスをするからこそ確認とかもすごく人一倍やるので、でも1回目では物事とかを 100% でできないんですけど、その提出するっていう段階、例えばレポートとかであれば提出する前にその自分で添削とかをしっかりやることで、その1回目ではミスが必ずどこかあるんですけど、その提出したり人に見せる段階では 100% の状態で出せるっていうので、そうですね、そのような形です。わかりました。では、弊社に入ってから、どんな職種、はい、どんな仕事をしたいか教えてもらえますか？はい、私は記者で、記者の営業としてその働きたいと思っていて、その記者の営業ではそうですね、これまでの野球経験から人々を支える仕事がしたいと考えていたので、人々を支えるっていう点ですごく営業に魅力を感じております。わかりました。会社名を伏せてもいいんですけど、はい、他にどんな会社を受けてますか？他にはその業種では絞ってないんですけど、主に B2B で人々の人々の多い大きい、なんていうの、そうですね、大きい人数の人々の生活を支える仕事がしたいっていうのが一番の根元にあるので、主に B2B のビジネスを行っているそのメーカーであったり、その人材であったりを受けてます。それって日本の大企業ほぼ全てそうなが当てはまっちゃうんじゃないですか？はい、そうなんですけど、その中でもやはり自分のなりたい社会人像っていうものがあって、その中でビジネスを行っていく上で、その記者であれば
その社会人OB訪問したときに、どの企業よりもそのお客様のコミュニケーションをすごく大事にしているなっていうふうに感じたので、その点でその多様な視点を持って物事を解決したいっていう社会人像があるので、そこですごくマッチしているのかなと感じました。わかりました。では以上で大丈夫です。はい、ということで面接お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか高橋さん、久しぶりに面接してみて。思ったより全然喋れなくて、これで本当に大丈夫なのかなっていうのが終わっての感想ですね。それは久しぶりやったからか、南さんが怖かったからか、どっちですか。言い訳はしたくないので、まあ、力不足だなみたいな感じですね。もうありがとうございます。ということで、じゃあ南さん、富士フィルムの採用担当だったとしたら、どうしますか、通さないですか。丸です。そうなんだ。なんでですか。しゅんさんどう思いましたか。僕は話し方とかから絶対いい人だなっていうのは伝わったので、はい、通すと思いますね。同じ意見です。じゃあ上から順番に行ってきます。まず正直なんですよね。嘘をつかない人間性、はい、全体を通して伝わってきました、はい、ありがとうございます。人との信頼関係を築くっていうところは別に就活関係なく一生大事にしなくてはいけないことなので、はい、今後もやっぱり自分で嘘をつかずにさらけ出して相手に対して真摯に向き合うってことは一生続けてください。かなり大きな強みだと思います。あとは大きな理由はマッチングでございまして、うちの会社としては営業マンを求めていると。高橋さんとしても営業マンをやりたい。なおかつ高橋さんは習慣として数字で話す、自分をさらけ出すことによって相手との信頼関係を築く、相手からの言葉を引き出すっていうところを習慣化されてるんですよね。この習慣さえあれば営業マンとしてはもう二重丸です。ありがとうございます。相手がどうやったら動くかなっていうふうなことをずっと考えて行動されてるので、相手を巻き込むためとか相手を動かすための伝え方とかの習慣ができてるんですよね。それはもう営業マンとしては一番大事なところで、人間性とかでいう意味ではやっぱ自分が尊敬する先輩からアドバイスを受けて、そんな先輩に自分もなりたい、人にの人生を変えるようなアドバイスをしたいっていうところは嘘偽りなく本心で言ってるだろうし、こちらとしてもグッときたものがあったので感動しました。ありがとうございます。で、改善点を挙げるとすると、短く端的に話して相手から引き出すってところの習慣すごく良いんですけれども、もうちょっとこっちが質問したくなるような引っかかりワードがないと、どこ質問しようかってこっちは困っちゃうんですよね。なんで相手に興味をそそらせるような言葉を意図的に使うは改善点としてあります。今後も質問したくなるような仕掛けを作るってこと、一生気にすると営業マンとしても大きな成果というのが残せると思います。ありがとうございます。ちなみに南さん絶賛することめっちゃ久しぶりな気がするんですけど、高橋さん的になんで富士フィルムに受かったかとかご自身では思ってますか。はい、それこそ南さんが言われてたんですけど、私自身面接をしたっていう印象とかがなくて、ほとんど会話をして相手が楽しんでもらったから通ったなっていう面接が結構多かった。素晴らしい完璧です。ちなみに楽しく会話するために意識していることとかってありますか。緊張すると思うんですよね。それこそもう素で話すっていうのをすごく意識してましたね。素であるために場数を踏んだっていうことなんですかね。そうですね、やっぱ場数を踏むことで緊張とかもほぐれて素で会話ができるようになるので、そういうことが大事なのかなと思いました。素晴らしすぎますね。もうちなみに高橋さんが富士フィルム特有の対策としてやったこととかってありますか。メーカーとかなので同業他社さんとかも多かったので、その中でもやりたい社会人像を上げつつ、その企業が大事にしていることとやっぱマッチングしているっていうことを表現するっていうことに特に頑張ってます。じゃあそこの競合他社の研究とかを結構熱心にされたっていうことですね。はい、そうですね。じゃあ今の動画を見ている就活生が真似できる就活の対策であったりとか意識する部分とかってありますか。そうですね、内定に近づくっていうのは素で話すことだと思ってるので、場数を踏むことが一番内定に近づくかなと思いますね。他にやったこととかってありますか、場数を踏むために。面接じゃなくても社会人の方と話す機会とかを増やしていくのがいいのかなと思いますね。もうその通りすぎる。もう全学生にこれ伝えたいね。これじゃあそれがある種の学歴フィルターみたいなかかることあんまなかったですか。あからさまなやつとかはなかったんですけど、でも大体落ちた時はもう自分の力不足だなって感じることが多かったので、自分の実力でどうにかなる企業さんが多いのかなっていう風なのが一番の印象でした。
ゃあ最後になんですけど、今頑張っている就活生に向けてアドバイスとか応援コメントをいただけたらなと思います。私自身やっぱ地方の私立学生ですごく学歴も低い中でいろいろ大手企業さんとかから内定をいただけたので、学歴とかは言い訳せずに不安だとは思うんですけど、やれば絶対結果は出るのかなというふうに実感したので、ぜひ自分の学歴とかを言い訳にせずに頑張ってほしいと思います。もう終始素晴らしい、なんかもう感動しましたということで、南さんの SNS も下の概要欄に貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。概要欄からぜひ登録をお願いします。登録するかな、しないかな。本日は皆さん貴重なお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。